グランドルフは、ドイツ連邦共和国にダーザク先州、オスナブルック軍に属す、町村である。町名は、グラナソープすなわち、グラーネ川沿いの入植地に由来するものである。この集落は1070年に、初めて文献に記録されている。グランドルフは、ベストファーレンボン地の北端地域、トイトブルクの森の南数キロメートルの、グラナーバッハ沿いに位置している。グレンドルフは、 東は、バート・イーブルク及びバート・ラーエルと境を接する。その他の隣接市町村はいずれも、ノルトラ・イン・ベェスト・ファーレン州で、北は、リーネン、西は、オスト・ベーベルン、南はバーレンドルフ及び、ザッセンベルクと境を接する。この町を構成する地区は、以下の通りである。グランドルフ、すなわちグラナ・ソープは1070年に、初めて文献に記録されている。 1889年8月4日のオスナブリュッカーフォルクスザイトングの添付書類によればヘルファー荘園の所有者が30頭の豚とグランドルファーマルクとのどんぐり栽培のための土地に関する権利を有していた30年戦争では1631年のブライテンフェルトの戦いの後スウェーデン軍がオスナブリュック市教区を占領したその後グランドルフの住民たちが スウェーデン人傭兵の要求に応じられなくなったため、村は1636年5月5日に放火された。この事件は西洋ハニス教会の入り口上にある名が刻まれた石に書かれている。この火災の前、残虐行為が行われた。1926年に書かれた郷土文学スウェーデン年代記の中で聖職者ベルンハルト・ケスターはスウェーデン人傭兵が 当時の村長シルテベルトの農場で一人の娘を十字架にかけ、別の一人をかまどの火の上で窒息死させ、村長自身はシュベーデントロンクで苛まれたと記している。グランドルフはオスナブリュック市教領の一部として、1803年の帝国代表者会議主要決議以降、ハノーファー選定校、ゲオルク三世の支配下に置かれた。この選定校領は同じ年に、 フランス軍に占領され、1807年にナポレオンによって建国されたベスト・ファーレン王国に編入された。グランドルフ教会区はコムーネまたはメリーと呼ばれ、バレンドルフ軍オストベーベルンを合理に属した。フランス帝国崩壊後、グランドルフはハノーファー王国に移管された。1833年に北アメリカへの移民運動が始まった。 オスナブリュックの聖職者でギムナジウムの教師であったグランドルーフ出身者のヨハン・ビルヘルム・ホールストマンはオスナブリュックのアムト・イーブルクに住む6人のグランドルーフ出身者と共にこの年の9月にアムステルダムから船に乗り12月にパットナム軍の土地を獲得してグランドルーフ村を建設した1834年に妻たちや新たな10家族が これに続き、1835年にはさらに、グランドルフから9家族が合流した。移民の波はこれで終わったわけでなく、20世紀の初めまで続いた。1972年、アベルフェールデン、グランドルフ、レムゼーデ、シーエルロー、シュベゲ、ズーデンドルフ、ベステンドルフが、ラーエルに合併した。1981年5月1日に、グランドルフは、 ラーエルから分離された。レムゼーデを除く蒸気のラーエルに合併した集落はグランドルフと共に分離され、新たな町グランドルフが形成された。以下の表は各年12月31日時点の人口を示している。数値は2011年5月9日の人口調査結果に基づくニーダーザック選手統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。 1961年と1970年の数値は1981年5月1日以降、グランドルフに含まれる村落を含めた人口調査結果である。グランドルフは伝統的にカトリックの町である。納税者の宗教分布は福音主義約400人に対してカトリックが約2900人である。また、無宗教は約280人である。 将棋会は2016年9月現在18、議席からなる。これに町長が投票権を持つ議長として加わる。グランドルフの紋章は金と赤で構成されている。この色はグランドルフが何世紀もの間属していたオスナブリュック、司教領が用いていた色である。紋章上部は銀字に赤い十字。これは教会の旗を想起させるもので、 グランドルフのカトリック教会の守護聖人洗礼者西洋羽根のアトリビュートである。下部では銀の枝から線形の三枚の葉、シナの木、オーク、クローバーの葉が生えている。これは様々な人々が共に暮らし、互いに助け合って完全なものになることを象徴している。街の中心は T 広場である。ここにはかつて村の泉があった。年月、 芸術家、エリーザベトルンメによって、T 広場の下の100年以上前の古い井戸の上に、新しい泉が設けられた。歴史的建造物は改造され維持されている。この歴史的な貯水槽の改修について、グランドルフ町民べてが賛成したわけではない。T 広場に接するように、ほぼ完全に保存されたキルヒホーフスブルクがある。ここでは、多くの木組建築がほぼ完全に取り囲んでいる。 連邦道 B475 号線沿いのアベルフェール電地区にオスナブリュック地域最大の迷い石がある。これはもともと現在置かれている場所から北東約300メートルの場所で見つかったものである。現在の場所に石が置かれた数年後、くさび型の断片が失われてしまった。この小さな断片をダビで残った大きな石をゴリアテと呼ぶ。 聖ヨハニス教会グランドルフの中心部にカトリックの聖ヨハニス教区教会がある。この教会は1275年に初めて文献に記録されている。キルヒホーフスブルクの最も古い部分もこの頃に建設された。これよりも古い教会は別の場所にあったと推測されている。ベルンハルト・ケスターの印刷されていない趣向、グランドルフの歴史によれば、 ベステンドルフがその場所であった可能性がある。もう一つのカトリック教会聖マリエン教区教会はシュベーゲー地区にある。この教会は教師のマティアスニーハウスの主導によって建設された。この教会は十字架の道行きを持つカルバリの丘、オリーブ園、十字架のキリストがある。1863年にこの場所に小さな塔を持つ最初の礼拝堂が建設された。 この年にマティアス・ニーハウスは亡くなったが、彼の仕事は引き継がれた。1865年にジョニー司祭館が建設され、1866年に教会は無認可で拡張された。雨が降ると教会の屋根の下に引っ込むと冗談で言われた。小さな塔は第一次世界大戦後に大きな塔に建て替えられた。福音主義ルター派のクリップライン、クリスティ教会は、 グランドルフ地区のテレハウスの近くにある。この教会はもともとビーレフェルト近郊ベーテル出身のカール・ジーボルトによってノートキルヒエとして設計されたもので応急措置として教団が利用していた。このため、移築が可能で簡単に解体、再建ができた。そのもともとの対応年数は30年から40年であった。この木造教会は、最初は1912年に、 ビュンデ近郊のホルゼン・アーレンに建設された。40年後、老朽化した建物はその地で解体されたが、福音主義教会が1952年にこれを購入し、グランドルフで石材の基礎壁の上に再建した。この際、使えない木材を取り除けたため、長動が短くなり、450席から300席に縮小された。 グランドルフの風車オランダの建築様式によるガレリービントミューレがグランドルフの象徴的建造物である。この風車は1840年に稼働を開始し、1960年まで使われていた。2000年以降、風車の内部は戸籍役場として利用されている。テレハウスはかつての病院で、当時はテレイコールホスピタルと呼ばれていた。現在は、 慢性中毒患者のためのカリタス事前施設が、この建物に入居している。もう一つの名所が750年以上前のメルシミューレである。この水車はダルメラー家が有している。現在まで有効な水利権及び水をせき止める、権利は1235年に設けられたものである。この水車は百八十九年に近代化され、現在は環境に優しい水力発電施設と、 なっている。この水は、グラナー川とレムゼダーバッハに流れ込んでいる。この他には、郷土博物館が入居している、ヘーゲマン農場の蔵が、見応えがある。長い間、牢獄として利用されていた3階建ての、堅牢な蔵は、水堀で囲まれている。ここには、中世初期の時代から蔵が存在していた。クランドルフは、様々なルートで街を通る自転車道も遅いにある。 この街で最も人気のレジャー施設は天候に左右されない町営の屋内ガーデンプールである。スポーツクラブ SC グランドルフ EV は13の部門を持ち3面の運動場と2つの体育館を使って試合やトレーニングを行っている。ディンケルホーフでは地元の農家がディスクゴルフ場とスイングゴルフ場の複合施設を運営している。グランドルフにはオフィスや 工業系企業も存在するが、農村的性格を色濃く残している。連邦道 B475 号線と B51 号線がグランドルフ町内で交差する。オスナブリュック交通会社のグランドルフからオスナブリュックへの路線バスが1時間間隔で運行している。この他に、グランドルフからバート・ローテンフェルで、バーレンドルフ、オストベーベルン、ミュンスターへのバス路線もある。 これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。